するかっていうと、平成ももう終わっちゃうので、ヤマンバメイクに挑戦していきたいと思います。このメイクをするにあたって、特に新しくね買ったものとかはなくって、お家にあるものだけで挑戦していきたいと思います。だからねちょっと不安なんだけど、早速やっていきましょう。まず最初に、今ね裸眼なのでカラコンをね入れていきたいと思います。今回使用するカラコンはこちらです。バービーのスイートモーメンツっていうお色ですね。はい、カラコン入れました。結構ねデカめ効果がねあるかなと思います。ということで早速ベースメイクをやっていきましょう。じゃん、メイベリンの SPBB オーララディアント、お色は2番でございます。メイク動画とか慣れてないからもう難しい。私は基本的にスポンジじゃなくて手で伸ばしちゃうタイプですね。手はさ洗えば綺麗になるし。はい、 BB クリームを塗り終えました。で、顔の色を黒くしないといけないから、今回はこちらメイベリンのフェイススチュディオ V フェイスディオスティック1番のライト、これをね肌に塗っていこうと思います。どっかの民族みたい。はい、こんな感じで結構顔色が良くなりました。松坂しげるさんにはちょっと勝てないんだけど、結構暗くなったと思います。じゃーん、こちらのカンコレアイシャドウブラウンというダイソー商品なんだけど、こちらの白いお色味を鼻のてっぺんのところとかに塗っていこうかなと思います。緊張する。キャー、かわいい。この時点でもうかわいい。そしたらおでこのところはちょっと伸ばしていきます。こんな感じです。すごい可愛いよね。では眉毛を描いていきます。じゃーん、オートマティックアイブロウペンシル。オートマティック、そばにいるだけで見たい。こんな感じでいかがでしょうか。眉毛ちょっと凛々しすぎるんだけど、眉毛はね後でウィッグかぶるから多分隠れると思うから気にしないでいきます。では次、目元をやっていきます。目元が一番重要だからね、さっきの白いやつ、これを使っていきます。もうこういう感じで、もう鏡も見ないでバン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 塗っていく。いやちょっとやっぱ鏡塗んないとわかんないね。マルキュー行きたい。はい、ということでこんな感じになったんだけど、だいぶムラがあるよね。でもちょっと汚いぐらいが可愛いかなって思うので、まあこれもいいかなって思います。はい、次はブルーのアイシャドウを塗っていきます。じゃーん、マーリーブアイシャドウ113っていうやつです。すごい色だよね。これもね指でつけてきます。ここに塗っていきます。二重幅よりも下下下。一番最初にヤマンバを始めた人ってどんな人なんだろうね。すごい勇者だよね、この顔で出かけるって。なんか周りがみんなヤマンバだったらさ、恥ずかしがらずに自分もヤマンバになれるけど、指が真っ青、 T シャツも青いからおそろコーデっていう感じで可愛いかも。こんな感じになりました。次アイラインを引こうかな。じゃん、メイベリンのハイパーシャープライナー R ピーチブラウンを使っていきます。こんな感じでどうかな。ヤマンバさんって朝起きてお家出るまでどれぐらい時間かかってたんだろうね。すごいよね、早起き しないと足痛い。そしたら目の下にもアイラインを引いていこうと思います。結構いい感じ。スカンスカン、つけまつげー。これはクレアーズで買ったやつで、これは確かフォーエバー21で買ったやつです。なんでこんなキラキラなつけまつげが家にあるのかは自分でもよくわからないんだけど、このキラキラの方を上まつげにつけていこうかな。っていうかノリ、つけまつげのノリないかも。どないしよう。終わった。皆様申し訳ございません。
つけまつげのノリが私のお家にはございませんでした。慎んでお詫び申し上げます。ということで、絶対に皆さん真似しないでくださいっていうか、絶対に真似しないと思うんですけれども、ボーダーの液状のりでちょっと代用させていただきたいと思います。一応ね、つきました。でも難しい、すごいということで、メイクもラストスパートです。今回はこちらのチフレのチーク442番を使っていきます。オレンジのチークですね。はい、こんな感じで血色感を与えていきました。ということで最後は唇、これでいいか、もうアイシャドウさっきのこれ塗るわ。めっちゃいいじゃん。本当はダメですよ皆さん。でこれだけだとちょっと物足りないので、目の下にねちょっとシールをつけていきたいと思います。じゃん、100均のシールなんだけど、ちょうどお家にあったので目にね貼っていきたいと思います。 K がねあるので、かほこの K ですね。かわいい。こちらのかわいらしいハートもねたくさんつけていきたいと思います。はい、ということでメイクはこれで完成です。てかアダモちゃんみたいだよね、みんな知らないかアダモちゃん。ということで早速ウィッグをかぶっておしゃれをしていきたいと思います。アゲーン、完成いたしました。では3、2、1、ドーン。はい、ということでこれからおばあちゃんにこの姿を見せていきたいと思います。あげーん、どんな反応するんだろうね。可愛いって言ってくれるかな。元気ですか？元気だよ。ちょっとお話ししよう。すごい可愛い。そんなにやだ、そんなの気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いから嫌い。はい、ということでおばあちゃんはすごく可愛いと言ってくれました。うん、あげーん、マルキュー行こう、行こう。ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくね、あげーん。こういうのちゃんと守っていかなきゃダメよ。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。